カツヤはアークランドサービスホールディングス株式会社参加の株式会社カツヤが展開する外食チェーン。本校では店舗としてのカツヤ運営会社の株式会社カツヤとアークランドサービスホールディングス株式会社について記す。野号の通り、トンカツ、カツ丼など揚げ物を中心に提供する。キャッチコピーはサクサク柔らかボリューム満点。 他のとんカツ専門店チェーンの売れ筋メニューが中高価格帯であるのに対し揚げ物には特注のオートフライヤーを用い従業員の熟練度に関係なく同じ品質で素早く調理できるようにすることで人件費を抑えカツ丼を消費税込み500円台で提供するなど低価格を実現させているまた来店客には次回来店時に使える100円引き券を 渡すことでリピーターを増やす施策を取っているのも特色となっている。1998年の1号店をオープン以降、2020年10月現在、国内では長崎県、沖縄県を除く45都道府県に展開するが、うちフランチャイズ店舗が全体の3分の2近くに達しており、直営店以上にフランチャイズ展開を積極的に進めている。また、海外では、 香港、大韓民国、タイ、台湾、中国に、計60店舗を展開している。カツ丼主力となるカツ丼は、豚のロース肉を使用し、梅、竹、松のサイズ種別がある。丼メニューには他にヒレカツ丼、ソースカツ丼、特カツ丼、ネギ玉カツ丼、赤ツラカツ丼がある。汁物がつかないため、必要な場合は別途注文する必要がある。 定食メニューとしては、ロースカツ定食、ダブルロースカツ定食、ヒレカツ定食のほか、と、んシル定食とヒレカツ2枚、エビロースカツ定食、エビヒレカツ定食、エビヒレメンチカツ定食、メンチカツ定食、ロースメンチカツ定食、おろしカツ定食、おろしヒレカツ定食がある。トンシル定食以外のすべての定食メニューには、ご飯とトンシルがつく。定食のと、んは、 サイズ変更が可能。カレーは、カツカレー、メンチカツカレー、エビヒレメンチカツカレーがある。ほぼすべてのメニューがテイクアウトに対応する。ただし弁当にはトンシルはつかないのみ別途注文か。単品メニューとして、エビフライ唐揚げポテトコロッケチーズコロッケメンチカツ、イカフライロースカツヒレカツ、一口ロースカツなどがあり、一個から注文ができる。ほぼ月替わりで、 期間限定の代わり種メニューを提供しているのも特徴。また、フランチャイジーによってはメニューの内容が一部異なる。アークランドサービスホールディングス株式会社は東京都千代田区に本社を置く株式会社カツヤなど飲食店の展開を行う外食産業の子会社を持つ持ち株会社。ホームセンタームサシを展開するアークランド坂本株式会社の子会社。 1986年4月、アークランド坂本に外食事業部門を設ける。事業ノウハウ習得のためレストランカーサ、サンマルク、ドトールコーヒーなどにフランチャイジー参加する。1993年3月、子会社としてアークランドサービス株式会社が設立され、オリジナルブランドとして天ぷら専門店、天ぷ亭を展開する。天ぷ亭は、 オートフライヤーの仕組みで既存のチェーン店屋に酷似することから業態転換に逼迫し全国展開が少ないトンカツ専門店をトンカツの吉野屋を目指すとして1998年8月神奈川県相模原市にかつや第1号店を開店する以後関東を本拠地とする将来的なフランチャイズ展開を視野に関東中心に直営店舗をドミナント出店する 翌1999年7月から、カツヤフランチャイズ展開を開始。当初、新宿区の超高層ビルの一室に、東京営業所を起死と県本部的に機能した。2000年、株式会社ベンチャーリンクと、業務提携して、カツヤのフランチャイズ事業を拡大する。一方で、カーサ、サンマルク、ドトールコーヒーなどの店舗とフランチャイジーを売却。 また、新実社ブランドとして焼肉、赤大門、定食、お魚屋の事業も開始する。北海道から福岡県に3年間で300店舗を目指して、店舗と売上げの増加を図るも、少数精鋭主義で、正社員配置を抑える。一方、新規出店に伴い社員の移動が短期間で多岐にわたることとなった。店舗数は2013年12月時点で、 直営店103、FC 店144、合計247店舗であった。2005年10月、イタリアンカフェ、チェントペルチェントを開店。さらに2009年12月には、天ぷら専門店、天丼秋葉。2011年10月には、肉飯専門店、岡村屋を開店している。2014年3月には株式会社ポプラが、 当社へのフランチャイズ加盟契約を行ったことにより、当社のコンビニエンスストア店舗の一部で、勝ツへの転換も実施された。2016年3月までに、天丼秋葉店舗は、全店閉店し、新橋餃子等へ、業態転換した。2021年現在、勝ツの運営する、天丼店には、江戸前天丼は、マデンがある。勝也の海外進出は2012年3月。 香港に合弁会社を設立。同年11月に1号店を開店したのが始まりである。2020年12月現在香港、韓国、台湾、タイ、フィリピン、中国に計72店舗を出店する。この間、2006年12月に本社を新潟県三条市から東京都千代田区に移転する。2007年8月30日、ジャスダック上場。 2014年6月13日、東京証券取引所第1部に市場を変更した。2014年12月19日、新業態として唐揚げ専門店、唐山、相模原店を開店。BAN ファミリー株式会社の唐揚げ園ゆかりとのコラボレーションによる。2015年9月1日に同事業を担う子会社として会社分割により、 エバーアクション株式会社を設立。同社は12月に BAN ファミリー株式会社を、子会社化翌2016年4月に九州合併。カラーゲームも、同社の店舗となった。勝ツ事業の他にはこの、唐山に注力しており、出店ペースは、勝ツを上回るほか、2018年8月には、たこ焼き店、築地銀だこを展開する、ホットランドとの合弁で、 アメリカへの進出を果たしている。2016年7月1日、従来直営で行ってきた外食事業を会社分割し、かつや事業を担う株式会社かつやとチェントペルチェントのレストラン事業を担うフィールドテーブル株式会社を新設分割により設立。アークランドサービス株式会社は純粋持ち株会社かつ中間持ち株会社となり、 アークランドサービスホールディングス株式会社に称号を変更した。2019年9月4日、幸楽園を展開する株式会社幸楽園ホールディングスと業務提携。幸楽園からの転換によるからヤマフランチャイズ店舗開店や共同での反則企画、コラボレーションメニューの販売を行う。近年は M&A を加速しており、2017年7月に カレー専門店、野菜を食べるカレーキャンプを運営する株式、会社バックパッカーズを子会社化。2020年4月、タイ料理店、マンゴツリーなどを運営する株式会社ミールワークスを子会社化。2021年4月現在、閉店した業態アークランドサービスホールディングスに関するカテゴリー、店舗店に関するカテゴリー、ありがとうございます。